今日はですね、イルミネーションライトをね、買ってきました。200球で1000円しないぐらいだったかな。で、あとこの2つある木、このね、左側、こっち側の方にですね、イルミネーションライト、夜はやってみたいなと思います。防水じゃん。これは何？これはソーラーバッテリーですね。それで、あれがつくわけ。そうです、だんだん、あのライトがもしあそこ設置しといたら、そのまま置いといてもいいですか。これはいい、設置していいですね。別に、脚立がいらんか、脚立出します。なんか一応スイッチがあるみたいなんで、つけたければつけるみたいな感じで多分できると思います。今日はですね、また小鳥の森キャンプ場に来てますが、小鳥の森キャンプ場からですね、だいたい車で20分ぐらいのところにある山口の薪屋さんというところに行ってきました。でね、その薪屋さんはね、薪をね、こんだけ買って1000円、税込み1100円です。かなりの量が入ってますからね、20キロで1000円とかなりお安くなってる薪屋さんでした。で、そちらでですね、作って販売されているスウェーデントーチは1500円です。1500円で買わせていただきました。このスウェーデントーチはですね、そうですね、おじキャンとかで使ってみたいかな、もしくは、年末の年越しキャンプで使いたいなと思ってます。どうもこんにちは、今回はですね、また小鳥の森キャンプ場に来てますけども、またね、カンソロです。今日はですね、まずキャンプ場に着いてから、のんびりして、その後にね、木があるんですが、そこにね、クリスマスツリーみたいな感じで、イルミネーションをつけるというのをですね、管理人さんと一緒にやってみました。例えばの時刻はですね、4時20分です。今日はね、朝9時前ぐらいに家を出たんですが、山口の薪屋さんとかに行って、薪を購入してここまで来たので、意外とね、ついてみるといい時間だったなという感じです。で、その山口の薪屋さんもですね、20キロで1000円、税込みだと1100円なので、かなりね、破格な薪屋さんじゃないかなと思います。めちゃめちゃありますからね。でですね、今日のね、ご飯はね、また鍋なんですけども、すき焼きにしました。すき焼きにして材料買って、ここまで来たんですけども、いざついてみるとですね、卵を買ってないことに気づきました。卵忘れたと思って、管理人さんにですね、ちょっと卵買いに行ってきますみたいなことを言ったらですね、家から持ってきてあげるからいいよみたいなことを言っていただいてですね、今管理人さんは卵を取りに帰られました。卵をね、2つ分けていただきます。カレニーさん、ありがとうございました。申し訳ない。今度からはね、食べ物忘れないように気をつけます。いや、本当ね、申し訳ないですね。ありがたいし申し訳ないです。そういうことでですね、すき焼きを今日はいただこうかなと思っております。で、4時20分、12月18日水曜日の4時20分です。4時20分なんですけども、まだね、デイデオロの安上が決まってないんですよ。前の動画でもお話したんですけども、デイデオロ買いたかったんですよね。買いたかったけど、水曜日の時点で安上がまだ決まってないってやばい気がするんですけど、どうなんですかね。これが地震の表れなのか、やる気がどうなのかっていう感じですよね。これはかなりみんなやきもきしてるんじゃないかなと思います。いやー、なんとか当てたいし、なんとかこのチャンネルを見てる方もですね、競馬好きの方はもちろんなんですけども、競馬好きじゃない方もですね、なんか、僕がこんなこと言ってたなということでですね、22日の日曜日、夕方3時半ぐらいにですね、テレビをつけていただけるとですね、有馬記念のテレビもやってると思いますんで、ぜひね、有馬記念のレースを見ていただいてですね、競馬っていいもんだなと
というのもねちょっと感じていただけたら嬉しいです。あ、管理人さんが帰ってこられました。いや申し訳ないな、本当。今日はね、すき焼きということでですね、世にも奇妙な物語、あれのね、理想のすき焼きっていう回があるんですが、あれをね、何回も見てきました。何回も見て、あれを再現したかったんですけども、あの作品に出てくるですね、黒いゼリーみたいなやつ、あれの作り方もわからなければ、食べ方もわからなければ、味もわからないので、まあ、今日はね、普通にただのすき焼きを作ろうかなと思います。あの話ね、おそらくなんですけど、孤独のグルメを書いた人が作った原作なのかな、ちょっとわからないですけども、なんか同じような匂いを感じる作品ですよね、あれ。まあ、世にも奇妙な物語はですね、ハイヌーンとか夜汽車の男とか理想のすき焼きとか、食べ物に関する話の時がたまにあるんですけど、理想のすき焼きもですね、好きな作品の一つなので、このね動画のタイトルはね、多分理想のすき焼きってついてるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、カッティングボードをですね、新調しました。切るのもいいですけど、この上に盛り付けても良さそうなカッティングボードです。1500円ぐらいだったかな、ちょっとお高めなんですが、かなりね、しっかりしてるので、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。だから電源サイトは、ここの区画ですよね、この下のちょうど真ん中っていうか、で一番上のところも這わそうと思えば這わせられるっていう、這わせる、ここも這わせる、その上も電源は OK、 あとは価格を決めようかっていうぐらいですよね、まあ、YouTube でいくらだったらいいと思いますってやってみましょうか。それで聞いてみましょう、どれぐらいだったら。500円ぐらいで、いや500円でも僕全然いいと思うけどな。500円で電源使えるんだったら、ではい、朝まで1日500円ですよね。1日500円、いやそれは安いと思うけど。まあまあそれで、はい、じゃあそれも聞いてみましょう、見てる人に。はい、はいはい、それではですね、切り分けましたので、ここからね調理をしていきたいなと思います。すき焼きなんでね、すごく簡単です。
つの間にか着きましたよ。できましたよね、いい感じに。なかなか悪くないんじゃないですか。自然に着いた？あれね、自然に着きました。何もしなくても、ソーラーで沈むの。ソーラーで、ソーラーにある。そうですね、暗くなったら多分反応して光るんだと思います。あ、マジですか。これとこの小さめのとこの小さめのでちょっと今日はやってみる。いい匂いがするね。すごいね。試しいですね。あの、まずはもったいないからあれ。ちょっとつけてみますね。いいね。これだけだとさすがに無理。消えるまでにもっと下までちょっと突っ込まなきゃいけないのかな。火がつけば問題ないですけどね。つくんじゃないか、よう乾いちゃう。多分これ杉だろうと思うんだよ。おー、いいね。いっぺんにクリスマスが来るような感じが。おー、いいね。これこんなのあっちょこちょこつけちゃったらクリスマスなんですか。クリスマス用に何ぼか作って。いいっすよね、でもあったら。こっちが消えましたね。そうっすね。ちょっと四方に入れてやってみます。じゃあこちらにですね、今度はいただいた卵を割って溶きましょう。それかもうあの木一本だけにしちゃうとかですよね。どうがいい。こっちの木一本だけにして、両方あのライトをこっち持ってきてとか。あの下の方ぐるっとやんないけどあれ。まあそれは、これであれは切り替えがあるんかね、なんか。そう、点滅とかなんとか。何もなし。これ多分勝手になるんじゃないですかね。何もなしである。あ、いやいや、ありましたありました。モードっていうのが。ちょっと見てみましょうか、モード。変わった。おお。これもいいな。おお、あるな。を貯める乾電池が中入ってるんだろう。なんかそんな悪いもんではなさそうですよね。こんなライトつけた感じ。静電トーチもちゃんと成功しましたね。ついた。あ、何のついた。いや、これはほんまあのもうちょい太いやつで3時間ぐらい持つやつだったら絶対欲しい人いますよ。これのもうちょっと太いとか。はい、わかりました。すいません、ありがとうございました。いろいろThank you.
ちょっとねすき焼きをいただきます。うん、いいっすねすき焼き。そして今回はですねこちらアルパカをねまた買ってきました。今日もね久しぶりにラッパ飲みできましょうか。絶対うまいやつですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとやっぱ変わりましたかね。明日は何時ぐらい？明日は多分9時10時ぐらいに帰ろうかなと思います。いつも俺来たら思っちゃないから。いやいつも編集に追われてるんですけど今日は余裕があるんで。そうね、明日はだから俺も9時半ぐらい、いつも9時過ぎぐらいにこけるんで。ああ。もし早かったとしても9時までは絶対いると思う。はい、わかりました。じゃあまた土曜日に。もうすぐです。そうですね、昼ぐらい、昼過ぎだと思う。はい、わかりました。また土曜日に。はい、ありがとうございました。はい、そういうことでですね、テントの中に戻ってまいりました。これからはですね、前々回もやりましたけれども、有馬記念のね、予想というかデータというかそういったものを、ね、見ていきたいなと思います。まあ、競馬ファンにとってはですね、ダービーウィークと有馬ウィークっていうのはね、すごい特別な週なので、今回はですね、動画の最後に入れようかなと思ってます。息もね、すごく白いですけれども、ちょっと見ていきましょう。まずはね、三歳馬から行ってみましょう。三歳馬っていうのはですね、有馬記念に出てくるたんびにどうしようかなと思う存在なんですけれども、その中でですね、過去20年の有馬記念の三歳馬の中からですね、構想した17頭、このね、共通点を書き出しているところがありました。共通点が4つありまして、1つは G1 構想歴あり、2つ目が G2 構想歴あり、で、3つ目としてはですね、通算4勝以上、有馬記念を迎えるまでに4勝しているというのが、一つの特徴になっているみたいです。で、もう一つがですね、中山初出走もしくは、出走経験ありで着外未経験ということになってます。
まあ、逆に言えばですね、この4つが当てはまらない馬に関してはちょっと割り引いた方がいいのかなと思ってまして、これを満たしている馬を買えばいいのかなと思います。で、結論から言いますとですね、この4つの構想条件を満たしている馬はサートルナーリアしかいませんでした。サートルナーリアはちょっと入れようかなと思ってます。で、対してですね、4歳以上の馬ですね、コマの、条件というかその辺を見ていこうかなと思いますけれども、これまた違うサイトでですね、気になるデータとしてはですね、一番人気はね、やっぱり結構絡むんですけども、5歳以下の一番人気の馬で、レーンに絡まなかったのは過去8年に遡ってみると、名勝サムソンしかいないということで、なおかつですね、単勝オッズ、これがね 2.9倍以下の場合は5200と、単勝がですね 2.9 倍以下であれば、連帯率が 100% となっているみたいです。ということでですね、アーモンドアイが単勝 2.9 倍以上になるということはね、多分ないと思います。ないと思うので、まあ、おそらくこれは連に絡んでくるだろうと思った方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、枠に関してはやっぱりなるべく内側の方がいいっていうのがありまして、あとね、気になるのが6番人気以下の馬の場合は連に絡むのは2枠から4枠だけという感じみたいです。140、32となってます。ただ5枠から8枠までですね、00237となってますんで、まあ、3着ぐらいだったら、まあ、5枠以降でもいいのかなという感じですね。あとね、前々回の動画でもお話ししたんですけど、僕の本命はね、リス・グラシューだったんですね。で、リス・グラシューが引退レースっていうのを知らなくて本命打ってたんですけども、これもちょっと気になるデータで、キャリアが21戦以上の馬の場合は00347ということで、まあ、結構ね、散々な感じなんですけども、まあ、この21戦以上してる馬っていうのに関してはですね、まあ、ちょっと実力が足りないっていうとあれかもしれないんですけども、いまいちね、結果が出てこなかった馬と言えるので、リス・グラシューに関してはですね、コバになってから、本格化してるっていうことと、今ね、まさに馬体が増えてる真っ最中みたいなことをが書かれてましたので、なんか衰えてるっていう感じでもないし、まあ、どちらかというとですね、戦績の最初の方、まあ、新馬戦から4歳ぐらいまでですかね、それぐらいまでがあんまりね、その噛み合ってなかったのかなって感じがするので、まあ、僕がリス・グラシューを買いたいからこういうこと言ってるだけかもしれないんですけども、あとはローテーションですね、秋3戦目の馬が767-45に対して、それ以外の馬は020-53ということで、明らかに、ね、秋3戦目の馬の方がいいみたいです。いいみたいなんですが、そうするとですね、アーモンドアイがここに該当しなくなってきてしまって、余計に難しいなという感じなんですけども、この辺はどうなんですかね、ローテーション。秋3戦目の方が成績悪いのかなと思ったんですが、そうでもないみたいで、やっぱり成績悪いのは天皇賞とジャパンカップを走った馬とかだったりするのかな。あとはもう一つ、面白いデータとしては、過去8年の勝ち馬。過去8年の有馬記念の勝ち馬は、前走が国内のレースで一番人気だったと。一番人気だったっていうことで、今年に関しては、前走が一番人気だったのは、アーモンドアイとベロックスとレイレオロ。これぐらいかな。で、この中に、僕が買いたいレイレオロも入ってると。ただね、レイレオロはね、買いたいなと思ってるんですよ。去年も2着だったし、今年ももしリピーターで2着になるとすれば、レイレオロかなと思ってるんですけど、このね、水曜日の段階でね、騎手が決まってないっていうのがちょっとどうなのかなっていうのがありますよね。で、あと、リス・グラシューに関してはですね、矢作調教師。今年の有馬記念がですね、矢作厩舎で有馬記念に出る最初の馬だっていうことで、まあ、引退レースだからといってですね、その全くやる気ない仕上げで来るってことはちょっとないんじゃないかなって思うのと、あとですね、有馬記念は中山の 2500m っていうすごくトリッキーなコースですけども、その辺どうですかっていう質問をね、してる動画がありました。で、それを見てたらですね、いやいやいやと、中山 2500m もトリッキーだけど、それ以上にトリッキーなコックスプレートをリス・グラシューが勝ってるからねっていう話をしてました。なので、まあまあ、リス・グラシューに関してはですね、まあ、トリッキーだからどうこうっていうのはあんまり考えなくていいのかなというのがあるのと、右回りのね、宝塚記念を、かなり差をつけて勝ってるので、まあ、やっぱりね、あれは本格化したと思っていいんじゃないかなという感じがしますね。まあまあ、そういった感じでですね、ちょっと気になるデータっていうのを見てみましたけれども、まあ、買いたい馬はね、あんまり変わってないかな。
いかんせんですね、今日は水曜日なのでまだ枠も出てないです。枠も出てないので、これ以上ねちょっと予想がしようがないんですけども、あれは綺麗にね、興味ない方もですねこの動画を見て、あ、なんかちょっと買ってみようかなと思ったりしてくれるとですね、競馬人気もですね上がったりするかもしれないので、ちょっとねそれは嬉しいところだったりします。でまあね、もちろんね、やっぱり賭け事なので、負けをね買わないにしてもですね、22日にですねテレビ放送がありますので、そのテレビを見ながらですね、あ、そういえばこんなこと言ってたなと思いながらですね、その、馬を見ていただいてですね、競馬の楽しさみたいなもののかけらでもですね、味わっていただけるとすごく嬉しいです。ということで今回もですね、有馬記念の予想をしてみましたけれども、どうなりますかね。まあね、いい年末が迎えられるように、頑張りたいなと思います。ということで今回はこの辺でおやすみなさい。